後半は、口なしの実の色素を用いて、黄色く炊き上げた飯。大分県臼杵市の郷土料理である。愛知県名古屋市を中心とした地域にも、同名の料理があるが、こちらは、キーハンと読む。黄色く炊き上げた飯の上に、黒豆が乗っており、単語の節句に、これを食する。静岡県東伊豆町稲取にも、同様の黄色い飯があり、こちらは、読みが、 めしとなっている。薄い塩味で、ひな祭りの際に食べる。以下、特に断りのない限りは、大分の郷土料理について記述する。後半に添えられる、火薬乾燥させた口なしの実に刻み目を入れて、水につけ、黄色く染まった水で米を炊く。後半には、ごぼうや大根などの根菜に、餌などの白身魚や豆腐を加えて、糸目煮にした。 火薬と呼ばれる料理が添えられる。転じてこの火薬のことも、後半と呼ぶ場合がある。江戸時代の稲橋地下の薄木藩で、財政が困窮したために、石藩の代わりに刑事に出す料理として生まれたと言われる。1749年には、稲橋文家の当主が有馬温泉を訪れた際に、大阪の倉屋敷で家臣に、規範を振る舞ったという記録が残っているという。また、 北出身の幕末の農学者、大倉長恒が1833年に表した特用食感でも薄木の規範が紹介されている。薄木はキリシタン大名、大友宗麟の本拠でもあった土地であり、そこから規範はスペインのパエリアの影響を受けているとも言われる。ありがとうございます。